ある花のテーマパーク。足利三名所の一つ。栃木県足利市、堀米町に、大地主である、早川社長の父が、戦後の1920年代に、庭の片隅に、大藤を植樹したことが当園の起源である。その大藤を、界隈の人たちに楽しんでもらおうと、1968年に、庭を改修して、足利フラワーパークの前身となる、 早川農園が設立される。周囲は初めは、田園地帯であったが、その後周辺が都市化し、市の都市開発計画や園の収益性の向上を求めて1996年2月に大富士四本を現在地に移植した。移植は、日本の女性樹木位第1号である塚本小波によって行われ、日本で初めての成功例となった。園内は、 富士以外にも数多くの花々や植物で彩られていて、春から秋にかけて市内外から数多くの来場者を集める。もともとは湿地帯だった場所でもあり、園内は池やクリークなどの水辺も多くある。春季のライトアップとイルミネーションが日本夜景遺産に選定されている。同一施設における複数の日本夜景遺産の認定は全国初である。 2015年春に恋人の聖地サテライトの認定を受けており、5月27日にその名盤の授与式が挙行された。目玉である富士は栃木県天然記念物に指定されており、このうちの田中富士2本の棚が連結して一つの棚を構成している大富士の棚は、2015年5月時点で各棚で約16万房をつけており、 2021年時点で各樹の樹齢160年連結棚の広さは約2000平方メートルで日本最大面積の富士棚である。これらが見頃となる4月中旬から5月中旬に世界が息を呑んだ美しさをキャッチコピーに富士の花物語と称する富士祭りが開催される。開花時期に合わせ夜間は ライトアップされた藤の花を鑑賞できる。このライトアップが後のイルミネーション開催への契機にもなった。この時期にはバスツアーが多く組まれたり、富田駅や鹿ヶ市駅に停車する臨時列車が多数設定される。この大藤の木が映画アバターに登場する魂の木に似ていると称賛され、2014年1月 CNN によりフィンランドのオーロラや マダガスカルのバオバブの道などとともに2014年の世界の夢の旅行先10カ所に日本で唯一選出された。光の花の庭もう一つの目玉として草花が停滞期とされている陶器はイルミネーション、光の花の庭が開催される。イルミネーション、光の花の庭は地球や宇宙、環境の大切さがコンセプトで 約180万球の藤の花びらの形をした、薄紫色の LED 電球を使った、満開の大藤を再現した光と音声の演出を、はじめ、山の斜面や季節のパーゴラを利用した動く、光の壁画や、水辺の多い園内の特徴を活かした水鏡による、光量の倍増効果を狙った幻想的な画の、イルミネーションなど、合計で、約500万球を使った、 大規模なものであり、札幌ホワイトイルミネーションハウステンポス。光の王国とともに、夜景観光コンベンションビューローが認定する、日本三大イルミネーション及び、相模湖、イルミリオン江の島、湘南の宝石とともに、同協会が認定する、関東三大イルミネーションに指定されている。さらに2014年には、朝食機能に加えて曲げることもできる。 フレキシブル有機 e l 照明パネルを用いた世界初の有機 e l イルミネーションが登場している。2001年にフラワーステージの白熱球6万球で始められたイルミネーションは年を追うごとにその規模を拡大し続け2016年度協会主催の第4回イルミネーションアワードではイルミネーション部門において単独で全国1位を初めて達成し 4年連続でその順位を維持し続けている。なお、これらイルミネーション演出の制作は自由度の追求やコストの関係により全ての従業員が自力で行い、プロジェクションマッピングの導入や外部業者への委託は一切行っていない。入園料も他のイルミネーション施設と比較して、低廉でコストパフォーマンスが良いと他方面から評価されている。 2019年度は、令和元年東日本台風の影響で園内が、最大1.8メートル冠水、物販所も浸水するなど、当園はかつてない被害に見舞われ、イルミネーションも、機材のおよそ8割が冠水したため開催が危ぶまれたが、機材に深刻なダメージは特に見られず、開幕が予定より1週間遅れの11月2日になりながらも美しい光景を取り戻した。 また、同じく花の停滞期とされているカキは、レーザーライトショーをメインとした、フラワーファンタジー・イン・サマーが2011年度より開催される。レーザーライトショーは、レーザー光線と音楽による演出のレーザーファンタジーや、レーザー光線とミストシャワーの融合による演出のウォーターファンタジーが行われる。子供向けとして、ウォーターキャノンなどの水遊びスポットや、 昆虫や小動物の触れ合い体験も特設される。また、月下美人や大オニバスなどの熱帯性植物で園内が飾られる。他にもイルミネーションが部分的であるが、先行開催されるほか、園日屋台やプレースポットが設けられ、打ち上げ花火が上がるなど園内は夏祭りのような雰囲気となる。開園時間、入園料とも季節や花の開花状態により、 日々変動するため、公式サイトを確認のこと。なお、開園時間、入園料は、当日朝7時に決定される。無休。ただし、2月の第一水、期と12月31日は休園。入園は、閉園30分前まで。8月末頃や、天候不良時など、園内整備のため年に数日臨時休園日がある。下記は、おおむねのもの。 年度により多少の日付変更がある。入園料は顧客満足度のため自家製を採用する。なお、2014年4月の消費税改定に伴い、金額が変更されている。後述するパークトレインライド向けに、足利駅北口の臨時観光案内所で割引チケットを委託販売しているほか、コンビニエンスストアでも前売りの入場チケットを発売している。 2019年度より富士の花物語期間の夜間料金が設定されている。イベントの開催時など年に数日入園が無料となる日がある。年間を通して8つの花の季節というテーマに沿ってそれぞれ季節ごとの花を楽しめるようになっている。ありがとうございます。